の代ろ実家高等女学校。裁縫室での授業風景実家高等女学校は、かつて日本で家事や裁縫など実用的教科目を女子に教えていた中等教育機関。高等女学校の一種として1910年に制度化され、太平洋戦争中の1943年まで存在した。1905年日露戦争勝利の後女子。 教育施設が急増したが、実生活に必要な技芸を授ける内容が大半だった。このため、家事や裁縫など実用的教科目をおもとした学校として1910年に新設された。同年10月25日付で高等女学校令を改正した。教育内容とともに、実家のみをおけく高等女学校の名称に、はじっかの文字を冠すへしとして、 実家だけを置く学校の名称に、実家の文字を義務付けて、実家高等女学校を定めた。なお、実家控除が定められる前に、男子教育を行っていた、中学校においても、尋常中学校実家規定による、実家中学校が認められていた時期があったが、実家中学校の設置はごくわずかにとどまり、1901年に、中学校例施行規則によって廃止された。 実家控助の規定は、太平洋戦争中の1943年1月21日、中等学校例の交付に伴い、控助や中学校、実業学校の3種が同じ制度で中等学校として統一されたため、廃止された。入学資格は尋常小学校卒業程度以上の、学力を有する12歳以上で、修行年限は4年間。 高等小学校の1年生、2年生の修了程度で入学した場合、修行3年間、または2年間、都市型だった高等女学校に比べて農村型の性格だった。ありがとうございます。